どうも西田渉です。本日なんですけども、断る勇気を大切にするっていうところでね、やりたくないことはしない人生を送ろうっていうタイトルのもとね、今日はですね、ちょっとこう見たくない方もいらっしゃるかもしれないので、ちょっとねポジティブにちょっとなれなさそうなっていう方はね、逆にここで、動画をね見ないことをねお勧めしようかなっていうふうに思っております。まあそれぐらいね、なるべく前向きに僕は基本的に物事を取り組んでいくっていうことが好きなのでね、基本的には今日はちょっとカメラの撮影手法とかカメラの紹介とか別として、この心の持ち方、考え方っていうね、そういったところで皆様とねお話しできればいいかなと思っております。なのでね、何度も申し上げますけれども、くれぐれもね、やはりちょっとこう後ろ向きに物事を考えてしまいがちな方とかは、意外とねこの動画を見た時に気持ちよくないかもしれませんので、ぜひともねここで一度ね動画を閉じていただく方がいいかなというふうには思っておりますので、よろしくお願いいたします。断る勇気を大切にするって、これどういうことかと言いますと、皆様は仕事とかをねもちろんすることありますよね。僕ももちろん20数年間にわたって写真の仕事に携わってね、写真撮影業としてやってきているんですけれども、やはり思うことが、お金をいただくからこそやらなきゃいけないとかね、まあそういったところで基本的には推進力としてね、写真の撮影とかを行う人、方、プロカメラマン多いと思うんですよね。他の仕事もそうですよね。お金をいただくからこそ、それに報いるために、ちゃんとね仕事をしなければいけない、責任を持ってしなければいけないと。ですが、一度ね立ち止まるべきところが、実はこういうことってあると僕は思っていて、実を言うと、本当にその仕事ってあなたしたいことですかっていうところを、一度ね自分自身に対話してみることって重要だと思うんですよね。実を言うと、僕はこの2年約1年半ぐらいかな、 YouTube を始めていて、比較的ねほぼ毎日近く動画を配信してます。まあこの無料の方の動画はね週5ですね。でもその週2本はね、逆に西田塾っていう YouTube メンバーシップでね動画を出しておりますので、そういった意味ではね、毎日動画を出してるんですよね。メインチャンネル、サブチャンネルという形で週に14本、動画出しているような形になっております。といった時に、なぜそんな、ある意味異常ですよね。1週間に14本 YouTube 動画を出してるわけですよ。で、それはお金のためにやってるかっていうと、全然そういったことじゃないんですよね。それはなぜかというと、自分がやりたいからやってるんですよね。皆様に僕が思うこと、そしてこうやって皆様にちょっとでも考え方、マインドセットの部分とか、よりね前向きになって楽しく人生が送れるようになればいいなと。そして何よりも僕自身がね前向きに楽しく人生を送れる手段がこのね YouTube だったりするわけですよね。だから、1週間に14本だったとしても、どんな状況があっても自分が多少体調が悪かったり、その他の環境要因でねかなり動画を作るのが大変な時とか、そういった時もあったりはするんですけども、それでもねやはり基本的にはまずはね自分がやりたいからやってるっていう、ここがベースになっているんですよね。なので今日のタイトルなんですけども、断る勇気を大切にするっていうこと、これは何でかって言いますと、これからね結論でも言っていきますが、まずはね自分の本当の意味での可処分時間と呼ばれる、寝るもよし、 YouTube を撮るもよし、写真撮るもよし、映画を見るもよしっていうね、自分自身の時間をいっぱい所有しないとですね、結局は自分自身がね本当に成長したりとか豊かになったり、本当に幸せに生きることっていうのはね、厳しいのではないかなというふうに僕は思っているんですよね。なのでやりたくないことをまずはねしない人生を送るっていうことを一つ、やりたいことをやるのではなく、やりたくないことからまずはしないっていうことにすることによって、残されてきたこと、消去法で残ってきたことが実はやりたいことだったり楽しいことになるっていうね、こういった考え方でいいのかなと思っております。なので断る勇気っていうね、ここはまずは自分の時間を確保するための断る勇気です。なので本当の意味でしたくない仕事であれば、いっそのこと断ってしまうと、これが非常に重要かなと思ってまして、今日のね結論なんですけれども、やはり、まあ、僕の動画をね見ていただいている方はね、どうしてもこの写真関連の方が多いと思いますので、結論の一番のね大事なところは、まずは自分自身にね嘘をついて撮影してはいけないっていうところですよね。これもう冒頭から重々申し上げてますけれども、お金のためいただいてるからしょうがなく撮影するとか、そういったことをやめましょうっていうお話ですね。やはりお金をいただくにしろ、何よりも一番最初のモチベーションは自分自身がね、ちゃんとその被写体だったり、そのものだったり、お願いされた人に対する、まあ、尊敬とか喜びとかがあって、撮ってあげたい、自分自身がやってみたいと、それが心から思えるかどうかっていうね、その自分の気持ち、一番奥底にある気持ちをね大事にしてほしいなと思うんですよね。なんでこの結論のね、自分に嘘をついて撮影してはいけないっていうところね、今日はね深掘り解説でいくつか
例を挙げてね、皆様に解説していこうかなと思っております。深掘り1点目なんですけれども、まずなんですけれども、自分が興味があるかっていうことだけをね、最優先にするっていうことですね。何か依頼を受けた、お金どうこうの前に取ってくださいって仮に言われたとします、とか別のお願い事でもいいです。言われた時に何々さんだからやってあげなきゃいけないとか、そういった何々だからとかではなく、お願いされた時に何も考えずに純粋にやりたいって思えるかどうか、ここだけでいいと思ってるんですよね。お願いされた、答えてあげたい、もう2つ返事でよしやろうって思えるかどうか、この辺の気持ちを非常にね、重要視するべきかなっていうふうに思ってますね。僕自身もなかなかここに至るまでにはね、今まではそれこそやはりこうお金を稼がなきゃいけないとか、そういったことをね考えてやらなきゃって、お金をもらえるからやらなきゃっていうふうに考えてたりはしてたんですけども、やはりね、そういったモチベーションではやはり限界があります。あるタイミングでやはりね、ストレスと言いますか、なんで自分はこれをやっているんだろう、なんでやっているんだろうになるんですよね。でそこの裏打ちが、お金をいただいてるからやらなきゃいけない、でもお金っていうのはあくまでも道具の一種、カメラとかと一緒なんですよね。お金があってカメラが買えたりするように、その対価の部分だけのために自分の心とか気持ちとか、そういったところが支配されてしまうとですね、一気に自分の求められている価値っていうものが数値化されてしまうことになりますよね。自分の価値とか考え方っていうのは本当に無限大なわけですから、お金に置き換えた瞬間に一気に陳腐化してしまうと。なのでね、とにかく自分自身の思いとか興味、そこを大事にしてくださいっていうことですね。で次ですけれども、同じような感じです。楽しいだけで物事に取り組むべきということですね。この楽しいと思えることを思いついたり生み出したり想像したりすることっていうのは意外とね、クリエイティブなんですよね。クリエイティブは必要で、人から楽しいは与えられるものではないんですよ。楽しいっていうものは自分自身で作り上げていくものなんですね。なので映画を見に行く、それを見て面白かった面白くなかった、それを楽しいっていうふうに勘違いしちゃダメなんですよ。自分がこうワクワクするような体験とか、何か明日はね、より自分が成長してて楽しみだなとか思えること、これが楽しいってことなんですよね。なんで皆様ね、こうやって写真カメラとかを手に取って毎日撮ることによって、昨日よりも今日撮れた作品の方がよりいい作品が撮れたって、これは楽しい思い出なんですよね。なぜかというと、昨日よりも今日の方がより成長してるからっていうことなんですよ。なのでこれが今日今言っている楽しいだけで物事に取り組むべきっていうのは、楽しいっていうのはただに享受するのではなくて、享楽的に生きてくださいということではないんですよね。あくまで自分自身がワクワクしながら、次の日明日の方がより自分が成長できる物事を、そしてなんだろうな、お金とか一切そういったこと関係なくね、取り組める、もうとにかく2つにしてやるって思えるようなことに取り組んでいただきたいなっていうことなんですよね。楽しいっていうことは自分自身が成長する、そこを紐付けていただけるとね、間違いないかなっていうふうに思っております。で深掘り次なんですけども、お金のことは二の次ってことですね。もうお金ってね、究極後でついてきますし、あと何度も言うように対価です。もう道具と一緒です。カメラとレンズとお金とかほぼ一緒っていうふうに考えてください。ここに関して違和感を持たれる方はね、本当ここのタイミングで動画は閉じるべきだと僕は思ってるんですよね。お金じゃない、もちろんお金は道具の一つなんで、そして生活する上で必要なものは必要っていう、まさに道具は必要ですよね。例えば火を起こす道具、じゃあ写真が好きであればカメラがないと写真は撮れないですよね。だから道具ですよね。生活するためにある一部のお金っていう道具も必要なんですけども、それぐらいの考え方で捉えてほしいってことですよね。なのでお金のために何かをやる、お金のためだからやるとかっていうふうになると、要は道具に自分が支配されてしまう。自分が道具を支配するのではなく、道具に自分が支配されているってなると、これはかなり悲しい現実になってしまいますよね。なんでお金のことは二の次、要はお金は道具です。ここを強くね、皆さんも考えて、物事に取り組むと絶対にうまくいくのではないかなっていうふうにはね、思っておりますね。では次なんですけれども、お金のことは二の次って言ったからには、それでも生活するためにお金が必要じゃないか、多くみんながいっぱいのお金を稼げるわけではない、じゃあどうすればいいかっていうと、生活コストの見直しってことですよね。もう単純です。とにかくどうやったらお金が、生活コストを基本的に抑えられるか、仮に車をなくす生活ができるのであれば、なくせばそれだけで年間ね、50万ぐらいは浮くと思いますよね。そういったこともできますし、いろいろな保険の見直しとか、まあここはね、僕はライフスタイルアドバイザーではないので、皆さんそれぞれで考えるべきことなんですけども、それこそ携帯を、今まではドコモのプレミアム回線だったのを、純粋にね、アハモじゃないですが、こうちょっとした、ね、安い回線に切り替えるだけでも年間5万浮いたりとか、そういった細かなことでも、普段からね、もう純粋に自分がやりたいっていうことだけを一点豪華で決めて、カメラをやる、ただカメラにだけは絶対に惜しまない、
コストを惜しまない。だけどそれ以外のことに関してはもう本当にあれもこれもそれもどれも全部を持とうとしないとかね、そういったマインドセットを変えるだけで、僕自身も100万のレンズ買ったりとか、いろいろねカメラに関してはどっとね機材買ったりしますが、それ以外のことに関しては T シャツなんてただ単にいつも同じような T シャツ着てたりとか、あれもこれもそれもっていう風にはね一切望んでいないんですよね。なのでそういった意味で生活コスト自体は僕自身も全然低いわけですよね。そう考えた時には生活コストを見直すだけでも、今日申し上げてるねお金のことは二の次ってことが成立しますからね、ぜひここもね自分自身のご自身のね生活の見直しっていうところでねトライしていただければいいのかなと思っておりますね。ではね総括に参りますね。やはりね写真も人生もとにかく楽しむってことですね。何度も申し上げますが、享楽的に生きる楽しみ方ではなく、あくまでも今日よりも明日は自分が何か成長している、そういったことをね、チャレンジするっていう、それを楽しみっていうねエンジョイっていうかファンっていうかね、そういったところで捉えていただければいいのかなというふうには思っておりますね。でどうやったら楽しくなるか成長できるかを日々考えないとですね、先ほども申し上げました通り楽しむっていうこと自体はクリエイティブなんですよ。そんな簡単に人間楽しめるようにできてません。楽しいと感じれるようにできてないんです。なぜできてないかっていうと、楽しいは自分自身で生み出さなきゃいけないからですね。テレビを見てて楽しい、映画を見てて楽しいだけでは、ただ単に受動的な人生を送っているだけではね、楽しさっていうのはね意外とやってこないんですよね。最強の刺激、楽しさって何かっていうと、自分自身が昨日よりも明日次の日の方がより成長したっていう実感を得られる、これがね年齢問わず必要なことなんですよね。ここがなので、どうやったら楽しめるか、クリエイティビティに生きれるかっていうことをね日々ね、ここを思考停止してはダメなんですよね。日々考え続けて生きていくと、これが僕の中でも毎日の課題ですし、常に取り組んでいます。思考は一切停止せずに、これは月曜日から日曜日まで週休などないですね、休みなどなくずっと考えていくんです。どうやったら楽しいか、自分自身が成長できるかと、ここに、大体ね普通に働いてると土日は休みですけれども、ここの楽しむ自分の成長に関しては休みなどないのでね、ここだけはストイックに皆さんをね取り組んでいただけたら嬉しいかなと思っております。そして最後なんですけども、やはり楽しんでいる、今成長しようと努力している、そういったストイックな人にはね多くの人がだんだん集まってきます。やっぱりみんなねそういった頑張っている人、楽しんでいる人っていうところはそこのステージでつながるようにできてるんですよね。例えば YouTube もそうです。僕とかもやっぱり週に14本動画出していると、やはりね周りの YouTuber の方とかも究極一目置いてくれるわけですよね。そういった時に何かコラボレーションしましょうよとかっていう時に、いいですよって言っていただいて一緒にコラボすることも可能だったりと、そうすることによって相乗効果でどん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 ねまた楽しい、日々ね成長するような自己実現が可能になるってことなんですよね。なのでやはりこう楽しんでる、成長しているな、あの人勢いがあるなっていうところにはね多くの人が集まってきますから、皆さんもぜひねそのいいループ、いいサイクルにね楽しむっていうことで、そして成長ですね、楽しむイコール成長、ここにね、舵を切って、今日よりも明日がいい日になるようにね日々努力していただけたら嬉しいかなと思っております。今日はねちょっと辛辣なと言いますか、耳材のね悪い意見とかも多く申し上げたかもしれません。ですが最後までねご覧いただいた方は、本当にこれはおそらく断る勇気を大切にする、まずは自分の時間の確保っていう意味でもね、やはりそれは僕はできませんと、なぜなら僕の成長にはつながらないことだからしないんですっていう風に言えるようになりましょうと。そしてやりたくないことはやらない人生っていうね、これはどういうことかというと、またつながりますが、自分の成長にはつながらないことっていうのはやっぱりやりたくないですよね。なんでそこで断る勇気と、そしてやりたくないことはやらない人生を送る、この2つをね意識して、取り組んでいただけたら、きっとね写真も自分の撮りたい写真だけが見つかるようになりますから、それだけでね人に感動を与えたり、やはり好きなことを取り組んで楽しんでいる人のね写真っていうのはポジティブでね明るい未来が待ってますから、ぜひそちらもね考えていただけたら、ご共感いただけたら嬉しいかなと思っております。まあ、ぜひ温かいコメントとは申し上げませんが、共感していただけるコメントとかありましたらね、ぜひともいただけたら僕もね今日この動画を撮った意味とか意義を感じることができますのでね、何卒よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。西田あたるでした。